では続きまして、服のオレンジのところを塗っていきます。これも黄色で塗った上からオレンジで塗っています。色も重ねることで深みが出ますので、何度も色を重ねてみてください。オレンジ単色でもいいんですけど、いろいろやり方はあります。自分はこうやって色を重ねることをいつもやるようにしています。これもできる限りムラがないようにきれいに塗っていきます。で、薄い色からだんだん濃い色へと変わっていきます。このように塗りました。今度は顔を塗ります。顔を肌色で塗っていきます。肌色で塗ります。そして手に油が絵につかないように気をつけて塗りましょう。では今度はだんだん髪を濃ゆくしていきます。髪は直接黒の色鉛筆で塗っていきます。濃いところは濃く、薄いところは薄いままで塗り分けていきます。
紙を書きやすい角度に動かしながら塗っていきます。自分の体を紙に合わせてもいいですし、紙を自分の書きやすい角度に合わせてもいいと思います。正しい姿勢で書くっていうのも大事なんですけど、いかにこう書きやすくするかっていうのも大事です。最初からこう黒く塗るところを輪郭で分けちゃってもいいと思います。ちょっと さっきは全部自分で見て塗ったんですけど、最初から色分けしてると後で塗りやすいと思います。どこを濃く塗ってどこを薄く塗るかっていうのを最初から分けておくと塗りやすいかもしれないです。この紙もここが黒くなって、中の一部分が黒くなるっていうふうに分けてやってみます。そうするとやっぱ塗りやすいですね。はい、ではちょっと一旦ここで、他のところからスキップします。